海峡冬景色でございます。ね、僕あの演歌のね、拳のふんふんっていう部分がね、すごくあのこのテンホールズハーモニカの、ベンドみたいなね、ところに似てるなとよく思ってます。あとビブラートね、これがね、テンホールズハーモニカのこのビブラートにぴったりだなと思います。でね、これからもちょくちょく演歌を挟んでいこうと思いますんでよろしくお願いしますね。紅白で歌うんですかね。はい、いろんなことありました。1年今年の9月からハーモニカフェ始めましたね。今日で8回目です。最初はねこの看板もなかったんですよね。でいろんなことやりましたね。いろんなテーマでやりました。最初は確かこのハーモニカを何て呼ぼうかみたいなね、ところから始まって、旅とハーモニカとかね、あとはあの途中ハロウィンとかね、あとは前回のね先週の先々週かクリスマス特集ですよね。ディスプレイをかなり凝りました。今回はねこのみかんと私のこのドテラという組み合わせでございますがね、まあ今1年の締めくくりですよね。年の瀬です。締めくくりということでハーモニカも締めくくりについてちょっとお話をしたいなと思ってます。お芝居の方の舞台ありますよね。お芝居が終わった後に、よく締めくくりでくるエンディングがあります。なんていうかな、吉本新喜劇とかね、ああいうところでもよく使われますけど、こういうやつです。蒲田行進曲のテーマって言うんですけど、ね、聞いたことあると思いますね。こうお客さんがねパン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 っていうね、それを、なんていうのかな、まあお客さんの拍手を誘発するというかね、誘いやすい、部分です。うん、でこれがね、まあ、エンディングにあたるんですけど、この、まあ、蒲田行進曲のテーマ、この曲に合わせてね全員でこう俳優全員が並びましてね、こうやってこっちにお辞儀して、こっちにお辞儀して最後真ん中にお辞儀するっていうね定番があるんですけど、ちょっとやってみましょうか。例えばですけど演劇最後のセリフ、うわーこうだったんだ、はいありがとうございました、さんはい、こんな感じです。これがエンディングです。で今日はこのエンディング締めくくりとしてエンディングの話をちょっとしたいなと思うんですけど、でコンサート必ず最後の曲ってあるんですけど、そこにね、こういうものを持ってくるのが一般的だよっていうのがあります。特にねあのブルースとかロックとかリズム&ブルースのバンドですよ、クラシックとかオペラとか分かんないですよ、そういうバンドのエンディングで、よくブルースをちょっと早くしたブギっていうのが演奏されます。ブルースがこれがちょっと早いやつです。ブギっていうのははい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 ね、いう感じで、なんていうのかな、すごくお客さんが盛り上がる、拍手をしやすいんですよね。でこれをみんなで演奏して、で真ん中にね、アドリブを入れたり、ちょっと足踏みしているようなね、ある一箇所で止まっているような流れにしてメンバー紹介をしたり、その日に来てくれてありがとうなんてね挨拶をしたり、してまた今のところに戻ったら終わります。でね、分かりづらいんで今回、フリップを用意しました、ね、だんだん教育講座みたいになってきましたが、こんな感じですね。みんなで一緒に演奏して真ん中にメンバー紹介挨拶する場面入れます。アドリブ入れたりもしますけどね。でまた同じ部分に戻ったら終わります。ちょっとやってみましょうか。じゃあ最後の曲です。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃじゃん、はいありがとうございました。ワン、ツー、スリー、フォー。メンバー紹介したいと思います。はい、ギター、ベース、キーボード、
ボーカル、みんなで頑張りました。ハーモニカいくぞみんな、ワン、ツー、スリー、フォー。みんなで一緒にやるところに戻ったら終わりです、はい、これブギーって言うんですけど、まあキーだけ決めてね、あとテンポ1,2,3,4バタイとね、でこうするとさっきの、タタラタタタタと同じようにお客さんこういう風にやるんだね。最後は盛り上がるという、盛り上がったかのように見せられるというね。で終わり良ければ全て良しでね、どんなコンサートでも絶対終わりは盛り上がった方がいいですということで、今のやり方を覚えていくとすごくいいです。で、これがね骨組みなんで、これにいろんな音楽を乗せていくっていうかな、いろんな自分が好きな曲をブギ風にアレンジすればオリジナルエンディングが作れるんですよ。例えばですね、僕あの箱根のイベントでやってた時は箱根八里っていうね、曲をこのブギ風にアレンジしてやってました。で、ね、箱根八里って1番2番があるんで、ここに1番で真ん中メンバー紹介して2番がここみたいになってました。箱根走りっていうのはね、こんな曲ですけど、これをダンダンドゥンディンディンドゥンダンディンディンに合わせてやると、ブギーになるんですよ。これ箱根走りブギーって言うんですからね、はい、じゃあそういうバージョンでちょっとやってみましょうか。ここ1番で最後2番になります。でこんな風に言ったら、みんなでやるのに戻るよみたいなね、よく合図なんですけど、最後の曲です。じゃあ今日はありがとうございました。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。はい、どうしようかします。はい、誰だれ、誰だれ。はい、みんなで頑張りました。ありがとうございました。ワン、ツー、スリー。ありがとうございました。ね、こういう感じです。で、これでわーってなると、じゃあ、アンコール行きますっていう風になるわけですよね、まあ、でハーモニカの人はね、割とゲストで呼ばれること多いんですよ。この曲とこの曲だけ吹いてくださいみたいなね。で最後呼ばれない人も中にはいるんで、このエンディングね、俺だったらブギは入れるよって言ってもらえれば、おーじゃあハーモニカも入るよっていう風になるんでね、なるべくこのやり方を覚えてくださいですけど、なるべくアンコールに持っていける曲が実はあるんです。はい。でこれ I can't turn you loseオーティス・レディングっていう人の曲なんですが、日本語名だとお前を離さないというね、すごいタイトルですけど、大体まあみんな C で演奏するんで、ハーモニカは F の、キーのセカンドポジションで大概やります。その曲の場合はですね、ここで、まあテーマをやって、まあメンバー紹介やってテーマやるんですけど、一回吐けた後、一回吐けた後にもう一回同じことやったりします。はい、その流れやります。あの曲聴けば分かると思うんですけど、最後の曲です。じゃん、ありがとうございました。メンバー紹介します。ギター、ボーカル、そしてハーモニカThank you.
ました。はい、引っ込みます。じゃあ楽屋に帰ります。ありがとうございました。はい、楽屋に引っ込んでます。アンコール、アンコール、アンコール、アンコール。じゃあ行くぞみんな。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。こんな感じです、ね、でこれまたもう一曲やってもいいし、今みたいにやったとこだけでね終わりでもいいです。みんな自動的に楽屋から舞台に戻ってきやすいんですよね、はい、でこの曲っていうのは、まあ、アンコールアンコールすれば戻ってくるっていう決まりがあるんですよ、はい、でね、映画ブルースブラザーズでは入場で使われます。入退場の曲だと思って大丈夫です。で、ね、やっぱりお客さんもアンコールアンコールあーしないのね、しんないのねみたいな気まずいんで、はい、なるべくこの曲始まったらアンコールはするっていう風な、決まりがあるんですよ、ね、でみんながアンコールしやすいような、曲をやると、ね、一般的にはねこのトロンボーンとかねトランペットとか、サックスとかねあの金管楽器ですよ、あのでっかい金ピカのね、どうだ俺の楽器高いだろうみたいな連中がやるもんですよ、はい、でもこのまあテンホルドハーモニカで、やることに非常に、意味のある曲ですしね。バンドのメンバーの打ち合わせの時にね、最後の曲どうしようかな、アンコール取らないときついよな、なんていう話の時に、おい、I can't tell you やろうよって。もし何だったら、ラッパの部分を俺のテンホルドハーモニカで吹いてやるよ、なんて。え、ほんと？え、すげえな、こいつすげえな。じゃあ、I can't tell you やろうよって。え、ほんと？テンホルドハーモニカで吹くの？素晴らしいじゃない。あなたリーダーになってよ。おお、こいつリーダーにしようぜ。なんてことでね。ひょっとしたら、ゲストからバンドのリーダーになることもできるかもしれないです。ぜひこの曲を覚えてください。そして確実にアンコールを取るようにしてください、ね、1年の締めくくりということでステージの締めくくりアンコール曲について今日はお届けしました。ありがとうございます、はい、ということで今回は一つの綺麗な音が出た次なんですけどビブラートです、はい、さっき の, 津軽海峡冬景色もね、津軽海峡震える部分拳の部分もあるんですけどこうビブラートね、震える部分っていうのをどうするか、手でやるんですね。はい、口でホワホワホワってやってるように見えるかもしれないですけど、口はこんだけなんです。形でホワンホワンってやるんですね、はい、でハーモニカってねもともとビブラートがかかってる楽器じゃないかって思う方いるかもしれないですけど複音ハーモニカっていう楽器はねトレモロサウンドと言いまして上と下の穴から違う風に音が出るんですよ。ちょっとでこういう風になるんで、でこんな音だと思うんですよ。でねあれの場合はちょっと構造が違うんですけどこのテンホルドハーモニカに関しては出た音には手でビブラートをかけなきゃいけないんです、うん、で言い方を変えれば、自分でビブラートを作れるんでね、これご自分でいろいろ作ってみてください。前回かな、やったかもしれないですけどコップをね手に持ってこうやってやったと思います。あれなんかもコップのビブラートですね、うん、でこれどなたにでも、できる技術なんで、この冬休みにねちょっとチャレンジしてみてください、片手でねこうギュッと片手でギュッと持ちます。で片手で お子さんにおねんねしましょうってやるようにして回り込んでこうです、ね、こうしてからこうです、はい、下でもいいですし上でもいいですよ、はい、いろいろ試してみてください、はい、ハーモニーカフェワンポイントレッスンでした、ね、これねでも気をつけていただきたいのがなかなか、ね、手をこうやって動かすと難しいんですよね。で楽器とかね一緒に言っても頭でこういうガーってこういう人いるんですけどこれ綺麗な音にはなりません。であとガーってやると、まあ、脳震盪になっちゃいますんでくれぐれも手でね手で必ずやってください。はい、じゃあ大工大工をやりましょう。
ね、私こうドテラをね着てるんでイメージしづらいかもしれないんですけど、実際はタキシードを着たこのね、素晴らしいこうエリートみたいな人がロン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 ってやるんですけどね、まあいいでしょ、私がやりますよ、ね、こうテンホースハーモニカ1本でさっきのねこういうハンドビブラートを使いながら、静かにやりましょう。いや、はい、よっとしょー。